ハロー、I'm Yuichi Sakamoto. I'm a composer and a Krug lover. I've been inspired by Krug to compose a symphony in three movements around three cuvées crafted from the harvest of 2008. Krug Clos du Menil 2008, Krug 2008, and Krug Grand Cuvée 164th edition. We call it Krug from soloist to orchestra in 2008. そしてより多様なブドウを合わせたオーケストラとしてのシャンパン、やっぱりその特質が違っていて、まあ、それを音楽的に表そうとしたわけですね。今回このプロジェクトをやることで、それを作っている人たち、そしてその風土、日々の仕事っていうのを知ることによって、その彼はとても素朴で真摯に真面目に作って、コミュニティに根ざしてやっているということを知ってですね、そのことがとてもインスピレーションになりましたね。雨の音が好きですね。あれは風の音、例えば竹林をこう吹いてくるザワザワと鳴る音とかですね、そこに少しの音を加えて、僕の音という人工的なものとそういう自然の音をこう共存させたりするということをとてもインスパイアされますね。The first movement is a solo echoing the purity of Krug Clos du Menil 2008. The chiseled precision of a single-walled plot of Chardonnay. Solo ensemble orchestra.楽器が増えるってことは、その音色がカラーが増えていくってことなんですよね。だから当然ソロイスト、ソロっていうのは中国や日本でこう山水画っていうのがありますけど、墨で描くようなそういう単色の良さ、そしてそこに少しの色を加えて対比させるアンサンブルの良さ、そしてパレットのいろんな色が全部合わさることによって一つの大きな音色ができるというシンフォニックのオーケストラの良さ、全部やっぱり良さが違うと思います。The second movement brings a small ensemble together around Krug 2008, performing the score of the year 2008. ね、ハーモニーをこう弾くときに、やはりどうしてもストリングス、例えばバイオリンとかチェロとかそういうアンサンブルを好みがちなんですけど、今回の、このアンサンブルっていう曲ではそこに木管楽器
ウッドブインズを加えることによってよりこうなんていうかな風景の変化っていうものを加えてみました。In the last of the three movements, I wanted to express the generosity of Krieg Grand Cuvée 164th edition to be performed by a full symphonic orchestra. Actually, the three-movement orchestra was created at the beginning.ただその持ってるその音楽の質がとても豊饒で最初からソロリストとして出してしまうと後が続かない。三楽章目のそのオーケストラが1、2、まあ、総合したような作りになるように考えてみました。音楽と食べ物あるいは飲み物シャンパンのような飲み物ってのはとても近いと思うんですね。どんな困難な状況になっても人は食べるし飲むし歌ったり踊ったりする。逆にまあそうすることでこう自分たちを正常に保つというかな理性を保つというかそういう効果があるような気がします。何もないスタジオに入るとこれから始まる生のオーケストラの音を浴びるその快感っていうものを考えてとても気持ちが盛り上がりますね。もちろん毎日のように自分のスタジオでは音楽は作っているんだけど、やはり大きなスタジオでたくさんのミュージシャンとこう音楽を作っていくっていう、まあ、喜びとか興奮っていうのは全く別物なんで、それを久しぶりに味わった感じ。43かな。一楽章のソロリストでは、まあ自分が部屋の中にいてね、窓からそのブドウ畑が見えて、そのピアノの傍らにきっとシャンパンがあって、グラスの中にあってね、ピアノは弾いてるんだけど、そのシャンパンの泡が、グラスに当たる音が聞こえるかのような、そういうとてもインティメートな空間を感じる。それまではピアノの音もミディでコントロールしたものをデモで使っていたので、まあ、今回のレコーディングで初めて、生のピアノで本物のピアノで弾いたので、やはりこのデプスとかブライトネスとかいろいろな、まあ、音の深みが違うので。
やっぱり生がいいなと本当に思ったな。まあ、人間がやるからいいっていうのはちょっとこそのありきたりなフレーズだけど、でもやっぱり違うんですよね。で、人間も30人いたら30人の個性が集まってやってるし、機械じゃないんでそれぞれ違うことやってるんで、それがこう塊になると、やっぱり絶対に機械では出せない音になる、音楽になるな。第二楽章のスモールアンサンブルはハープ、ピアノ、そしてストリングクワルテットにコントラバスがついている、まあ、ストリングクインテットの形ですね。一人ずつが演奏してるっていう、そういうアンサンブルがまあいいなと思って、少人数でやるっていうのはそれぞれの楽器の個性がよりはっきり聞こえる。集団でやるオーケストラとは違って一人一人が別な音色を受け持ってる、で共同作業をする、これが大事なんで、まあ、それを目指したっていうことですね。いよいよ始まるところで、まあ、チューニングが始まって最初の音を出し始めると、オーケーのみんなにとっては初めての音楽なんで、手探りで始めていくんだけど、なんていうのかな、音楽がみんなの体に入っていくのね、気持ちが入ってくるというか、なんていうの、そうなると本当になんていうのかな、楽しいっていうか、こう生き、音楽が生きてくるっていうか、三楽章はその最初もわっとしたら弦から始まるので、それがこう朝その遠くにこうわーっとこう霧がね発生していて、そのもやっとした風景の中からこう美しい、ぶどう畑が見えてくるようなね、そのこれから始まるっていうような風景が見えますね。今回はスタジオ録音なので各楽器をね、まあ、ストリングスだけまず取ると、で次に木管だけ取る、それからフレンチホルンだけ取る、打楽器だけ取るっていうふうに、それをこう修正していくためにね、そういうやり方を、まあ、よくするんですけど、まあ、最初はこう割と暗示的に静かに始まって、綺麗なメロディーが出てきて、でそのメロディーがいろんな楽器で受け継がれていってですね、
そこから最後のこう爆発に向かってどん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 盛り上げていくという。当然あの最後の一番盛り上がるところはあの全部の楽器が総動員で、しかもとても大きな音でやっていくので、あの、まあ、そういう音を聞くだけでとても高揚するし、何ですかね、長い旅がやっと終わってその目的地に着いたみたいな。うん、良かったと思います。